今日も一緒に頑張れ。はい、どうもレインです。よろしくお願いします。今日はぼっち飯ミスド食べ放題リベンジ編ということで、人生2回目のミスド食べ放題に行ってこようかと思います。人生初の動画も概要欄に URL 貼っとくので見てくれると嬉しいでございます。ちなみにやけど、私の住んでる岡山はミスド食べ放題の実施店舗ないので、今回はお隣の広島の福山市の店舗にお邪魔します。福山市はね、めっちゃ岡山に近いところ。それでは行ってきます。レッツスタート。はい、着いた。てか思ったけどさ、ミスドの食べ放題値上がりしたやんな。前1200円やったくない？マジか、300円値上がり。うん、でも仕方ないよね、このご時世。いつも美味しいドーナツ提供してくれてありがとうございます。よし、席着いた。壁おしゃれ。今は最初の3つを注文して店員さんが持ってきてくれるの待ちです。ドーナツとかパイは一度に3つまで注文できるシステム。ちょっと初めて来る店舗で緊張しとるんか、いつもに増して挙動不審やけど頑張っていこうと思います。はい、ドーナツ来た、ドーナツ来た。そしてタイマーもスタート。言い忘れとったけど、時間制限は60分。最初のオーダーはエビグラタンパイとポンデリングプレーンとベイクチーズタルトドーナツ、そしてアイスコーヒー。お手手をしっかり拭いていただきます。アイスコーヒーで口を苦くしてからエビグラタンパイからいただきます。やっぱ最初はおかず系から。何回も行ったことあるんやけど、私最初に甘いの食べるとすぐうってなって食べれんくなるから、いつもこの戦法。てかやっぱうま、昔っからめっちゃ好きエビグラタンパイ。エビグラタンパイで自分的に結構噛みやすい頃なんやけど、めっちゃ美味しいエビグラタンパイ。そういえば私ぼっち飯動画上げ始めてもう多分50本目かそこらくらいで、結構やってきとるんやけど、たまにはねボイスオーバーも変わり種みたいなしたいなと思って、この間インスタのストーリーで私に関するゆるっとした質問を募集したので、それにちょこっと答えていこうかと思うよ。たくさん質問ありがとうございます。あ、ポンデレイン。じゃあまず、大統領になったら何をしますか？ワンツースイタタタタイ、大統領になったらね、まずは君を捕まえるね。ということで、シルブプレジデント踊ってみた動画、ぜひぜひ見てくれると嬉しいです。宣伝失礼しました。大統領になったら何やろう、飲食店で自分が注文した料理を最後の一口だけ残して店を出る人をぶっ飛ばします。あ、ちなみにこのポンデリングプレーンね、グレーズがかかっとらんから普通のポンデに比べて甘さ控えめで、とても食べやすいでございます。そしてポンデ本来の生地の美味しさを味わえるのでおすすめ。次、期間限定のチーズタルトドーナツ、これマジで美味しくて、動画でもね前に紹介したからぜひ見てください、お願いいたします。次の質問は、お寿司と焼肉どっちが好きですか？両方好き。タンとカルビどっち派ですか？両方好き。正確に言うとタンからのカルビがマイルーティンやな。これ外せん。焼肉食べ行ったらタン頼むし、カルビ頼むし、ハラミ頼むし、ご飯も頼むし、じゃがバターとかも好きやし、なんか生野菜とかほぼ食べんかも。焼肉屋行ったら肉食なる。なんかもう焼肉食べたくなってきたな。ドーナツ甘いからしょっぱいもん欲する。よし、2回目の注文行ってきます。てかさ、夏休み期間やから結構人が絶えず来とってさ、店内別に混んでないんやけど、注文するのに時間かかったからこの時間ロス痛いわ。行ったらすぐ取ってもらえるわけやないっていう、それ考えたペースで食べなかん。よっしゃ、次の3個、ポンデ黒糖とストロベリーリングとフレンチクルーラー。タイマーはあと44分。いただきます。フレンチクルーラーはね、マジでミスドの定番ドーナツの中で一番軽量級やから、あのドーナツポップとかを除いてね、これは食べ放題でたくさん食べたいって方におすすめ。もうね、甘い空気、軽くて食べやすくて美味しいのでね、全人類におすすめ。じゃあ質問の続きします。ソフトクリーム派、ジェラート派？ソフトクリーム。これはマジソフト。てか実はジェラートをあんま食べた記憶がない。でもマジのマジでソフトクリーム大好きすぎて、ソフトクリームの機械買うこと考えたまである。調べたらたくさん出てきた。じゃあ次は、好きな掛け算ありますか？やっぱり1の段が簡単でいいんじゃないかなと思います。1が1、2が2、3が3、4が4。 1×5 なんて15やで、最高やん。ちょっと後ろの席に3人組が座りまして、マジかよってなってる私です。全然いいんやけど、もし顔が映ったらね、モザイク処理が面倒いので、ちょっとそこだけ気をつけていただきたいなと思っております。心の中でひっそり。よし、食べた。完全に飲み込んでから席立つぞ。あ、食べた。ちなみに残りは31分、あと半分。よし、3回目はこれ、フレンチクルーラーとポンデエンゼルとホワイトリング。フレンチクルーラー2回目、ちょっと圧倒的食べやすさでリピッター。
ほんでポンデエンゼルはマジで美味しくて好きで、このホワイトリング初めて見た。私ミスドのホワイトチョコの大ファンやから、これは神商品な予感。はい、フレンチ一緒、ポンデレイン2。なんか取り行くたびに飲み物大丈夫ですかって聞いてくれる店員さん、マジ神対応。大丈夫です、飲み物たくさん飲むより今日はドーナツたくさん食べたいなって思っております。てか店員さんがさ、マジでドーナツ取るの早くて、セルフやなくて店員さんが取ってくれるタイプのミスドだったんやけど、フレンチクルーラーって言ったらもう3秒経たずに取ってる的な。じゃけ私もさ、パパって言わんと店員さんが注文待ちみたいな状況になるから、めっちゃ頑張って機敏に注文した。え、マジすごかった、あの店員さん、なんか暗殺教室のコロ先生みたいな速さやったわ。今8個食べて残り24本、なんか前の時よりいいペースな気がする。でもちょっとお腹いっぱいになってきとるね。さすがに私全然大食いの胃じゃなくて、ただたくさん食べたいだけの食いしん坊やから、ドーナツはだいたい6個食べたらお腹いっぱいになるよね。てかうまホワイトリング、さすがミスドのホワイトチョコ。あ、待って、質問答えるのストップしとった。もうちょい答えようかな。昨日の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 晩ご飯何食べましたか。いや、わからん。シンプルな脳トレ。でもなんとなくちゃんとしたもの食べてない気がする。で、お次、初めて買った CD は、これ初めて買ってもらった CD に改変してもええ？やとしたら、私が小学校低学年くらいの頃に、おとんに、キラリンレボリューションの主題歌の恋かなを買ってもらった。買ってもらったっていうか、欲しいって言ってないけどくれた。後にバラライカもくれた気がする。みんな知っとる？キラレボの恋かな。恋かな、ピンと来たら、聖恋かな、えて、未だに歌えるわ。はい、めっちゃお腹いっぱいやけど、まだ食べたいので4回目行ってきます。はい、ドン。フレンチクルーラーとポンデリングプレーンとムギュットドーナツオリジナル。フレンチクルーラー3個目、マジ食べやすい。そしてポンデリングプレーンは私が売り切れにしました。美味しくいただきます。時間は残り16分。てか前の食べ放題の時はさ、兵庫県の店舗行ったんやけど、タイマーとかなくて店の時計で測っとったから、タイマーあるのなんかチャレンジしとる感あってめっちゃ楽しい。大食い選手になった気分。あ、てか今思い出したんやけど、この食べ放題さ、ちゃんと事前にね予約していったんやけど、私の次に来店した母と息子の親子が予約せずに来とって、結局食べ放題できずにね、ドーナツだけ買って帰っとったから、ちょっとかわいそうってなった。ミスドの食べ放題ね、予約なしで行けるって店舗もネットで見かけたりするけど、やっぱね事前に電話で確認するのが良きやな。ネットの情報嘘かもしれんし、更新されてないかもしれんし、このご時世でもあるし、みんなも食べ放題行くときは事前に聞きなね。より良い食べ放題ライフを送るために。じゃあ質問ラスト2個にしよう。好きな4文字熟語。ありがとうドリーちゃん。お友達 YouTuber のドリーちゃんからの質問でございます。私初めて覚えた四字熟語が危機一髪なんやけど、初めて覚えたからかそれの印象が強すぎて、四字熟語といえばで一番に思いつくのが危機一髪なんよね。めっちゃ好きなわけやないけど、てかシンプルに四字熟語そんなにたくさん知らんから、また好きなのできたら更新します。ラスト質問、りんちゃんが YouTube 人生で最も嬉しかった出来事は何ですか。ということで、またまたお友達 YouTuber のはたさんからの質問です。ありがとう。ポンデリン3。でもガチで YouTuber の知り合い、お友達ができたことかな。私とお話ししたり連絡取ってくれる YouTuber 仲間何人かおって、なんならリア友より人数おりそうなんやけど、いつも仲良くしてくれてありがとうウサギです、ほんまに。まあ、結構みんなばらけたところに住んどるから、また再会するのが夢やね。ということで、ポンデリングもぐもぐ。ちょっとお腹いっぱいになりすぎて咀嚼しにくくなっとるけど絶対食べきる。もぐもぐ、最後の1本。アイスコーヒーも飲みきって、食べた。よし、ごちそうさまでした。ありがとうございました。というわけで、結果発表は CM の後でいたします。せーの、帰ります。結果発表、食べたドーナツは12個、合計金額ドドン、総カロリードドンでした。前食べたのが10個やったから記録更新です。リベンジ成功。やっぱフレンチクルーラーが軽かったからこんだけ食べれたね。記録更新はフレンチのおかげ。ということで、ミスド食べ放題ほんと夢があって美味しくて最高なので、みんなの住んでる近くにも実施店舗あったらぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。というわけで、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok のフォローと LINE の友達追加もぜひ。というわけで、今日の動画は終わりです。お疲れん、ありがとうございました。おまけでね、答えきれなかった質問にちょこっと答えようかと思います。指毛って剃るもんですか。いや、どんな質問やねん。それはいいと思います、気になるのであれば。
電話や新幹線は窓側派、通路側派？これマジで最初謎やったんやけど、電車やんな。これは新幹線の場合で答えるけど通路側。なぜなら降りるとき通路側の人にちょすいませんって線でええから。好きなかき氷のシロップはイチゴ、断然イチゴ。王道やけん好きでございます。ということで答えれんかった質問も多くあるんやけど、またのぼっち飯動画で答えるかもしれんし、また新たにインスタの方で募集するかもしれんしと思っているので、よければインスタもフォローして、こういう時に協力してくれると嬉しいでございます。それではお疲れー。